パキスタンイスラム共和国、通称パキスタンは南アジアに位置する共和制国家。首都はイスラマバード。最大の都市はカラチ。面積は80万平方キロメートルで日本の約2倍ほど。東はインド、北東は中華人民共和国、北西はアフガニスタン、西はイランと国境を接し、南はインド洋に面する。 国土の中心部を流れるインダス川の流域に国民の75%以上が住み、インダス文明に遡る古い歴史があり、人口の増加が著しい国の一つ、イギリス連邦加盟国である。正式名称は、は、イスラミージャンハリー、イエパカスタン、イスラーミージュムフーリーイエパーキスタン。公式の英語表記は、イスラミックリパブリックオブパキスタン。 通称はパキスタン。日本語の表記はパキスタンイスラム共和国。通称はパキスタン。漢字による当て字はともえはじめかくひろし。かつてはパキスタン海峡共和国という表記も見られた。語源国名パキスタンはウルデュー語とペルシア語で正常な国を意味する。が正常なの意味である。設備語はペルシア語での場所を意味し、サンスクリットのと 同語源である。パキスタンという国名は、イギリス領インドのうちムスリムが多く住む5つの北部地域の総称として、民族主義者のチョードリー・ラフマト・アリーによる1933年の小冊子パキスタン宣言の中で初めて使われたものである。アリーは、パンジャーブの P、カイバル・パクトゥンクワ州に住む、アフガン人の A、カシミールの K、シンドの S、バローチスターの タンからパキスタンとしていたが、後に発音しやすくするために愛が加えられてパキスタンとなった。国名の編成インドパキスタン分離独立19世紀には英領インドとしてインドと同一の政府の下に置かれており、独立運動も本来は同一のものであった。しかし、独立運動の中でイスラム教徒とヒンドゥー教徒との対立が深まり、イスラム教徒地域を パキスタンとして独立させる構想が浮上した。これを避けるための努力は独立寸前までなされたものの、最終的にはヒンドゥー教徒地域がインド・イスラム教徒地域がパキスタンとして分離独立をすることとなった。しかしこの時、インド東部がイスラム多数派地域の東ベンガル州としてパキスタンに組み込まれ、1955年に東パキスタンとなったものの、 遠く離れた両地域を宗教のみで統一しておくことは困難であり、やがて東パキスタンはバングラデシュとして分離独立の道を歩むこととなった。1947年8月14日にイギリス領インド帝国から独立し、イギリス国王を厳守にいただく自治領となり、建国の父ムハンマド・アリー・ジンナーが初代総督に就任する。 同年10月21日から翌1948年12月31日にかけてカシミールの帰属をめぐって第一次インパ戦争が起き、1956年には共和制に移行し、イスカンダル・ミールザーが初代大統領に就任した。1958年のクーデターでミールザー大統領が失脚し、パキスタン軍の総司令官だったイユーブハー班の軍事、 独裁政権が誕生し、以後パキスタンは軍政と民政を交互に繰り返すことになる。1965年には第二次インパ戦争が起き、1970年11月に東パキスタンがボーラサイクロンによる被害を受け、被災地への政府対応に対する批判が高まり、第三次インパ戦争に発展して、東パキスタンがバングラデシュとして分離独立した。 1972年、イギリス連邦を脱退し、パキスタン人民党の初代党首だったズルフィカール、アリー・ブッドウは、大統領や首相を歴任した。1977年7月5日に、ムハンマド・ジヤール・ハクのクーデターによりブッドウは職を追われ、後に処刑された。1978年4月28日、アフガニスタン共和国で4月革命が起こって、 社会主義体制に移行し、アフガニスタン民主共和国が誕生したことをきっかけとして、ムジャーヒディーンが放棄し、アフガニスタン紛争が始まった。1979年2月にイラン革命が勃発し、11月にイランアメリカ大使館、人質事件が起こると、ソ連のブレジネフは、アフガニスタンやソ連国内へ、イスラム原理主義が飛び火することを恐れ、12月24日に、 アフガニスタンへ軍事侵攻を開始した。アメリカ中央情報局はパキスタン経由でムジャーヒディーンを支援したためアフガニスタンへのパキスタンの影響力が大きくなるきっかけを与えた。アメリカがスティンガーミサイルを非公式にムジャーヒディーンへ供与したことはソ連のタイゲリラ戦を効果的に苦しめ後にソ連を撤退に追い込んだ。その一方で戦後には 武器が大量に残され、ムジャーヒーンからタリバーン政権が誕生し、さらにはアルカイバが誕生した。1988年8月17日、ムハンマドジアーウール白大統領が飛行機墜落事故で急死した。同年10月31日には国際連合アフガニスタンパキスタン仲介ミッションが活動を開始し、12月2日には ズルフィカール・アリー・ブッウの娘であるベーナズ・イール仏頭・ブッウがイスラム諸国初の女性首相に選出された。1989年にイギリス連邦に再加盟を果たしたが、1990年8月6日にクーデターでブッウ首相が解任された。1993年ベーナズ・イール・ブッウが首相に復帰したが、 1996年11月5日に、汚職や不正蓄財を理由に職を追われた。1998年5月11日と13日、インドのバージッペイ政権が、コードネーム、シャックティを実施した。これに対抗して5月28日と5月30日に、ナワーズ、シャリーフ首相権国防大臣がパキスタンによる、初の核実験を実施、成功させた。 これに対し、日米がインドパキスタン両国へ経済制裁を課した。1999年5月、インドとのカシミール領有形をめぐる国境紛争がカルギル紛争に発展し、核兵器の実践使用が懸念された。パルベーズ・ムシャラフ1999年10月12日の無血クーデターでナワーズ・シャリーフ首相から実権を奪取したパルベーズ・ムシャラフは、 2001年の民政移管でそのまま大統領に横滑りした。この際イギリス連邦の資格が停止されたが2004年には復帰した。3月以来連邦直轄部族地域に浸透したターリバーン勢力との間で紛争が始まり現在も続いている。2005年10月8日パキスタン地震で大きな被害が発生したが中央政府の弱さから 救援体制が立てられず二次被害の拡大につながったとされる。2007年7月、イスラム新学生によるパキスタンモスク立てこもり事件が発生した。同年10月にはパキスタン大統領選挙が行われたが、11月には軍参謀長でもあるムシャラフ大統領が自身の地位をめぐってパキスタン最高裁判所のイフティカル・ムハンマド・チョードリーと対立。 軍を動員して全土に非常事態宣言と戒厳令を発令するという事実上のクーデターを行った。ムシャラフは11月28日に陸軍参謀総長を辞職して29日に文民として大統領に就任し11月に発令した非常事態宣言を12月16日に解除するとテレビを通じて発表した。一方、 米国の支援を受けて11月に元首相ベーナズイール仏党が帰国したが12月27日に演説終了後会場にて暗殺された2007年またもイギリス連邦の参加資格を停止される2008年1月8日に現憲法下で自由で透明性のある方法で総選挙を実施すると公約した2月18日パキスタン会員 4衆議会議員選挙が行われた。登録有権者は8,091万人。会員定数342のうち、女性60、ヒースラム教、途十が留保される。342から留保の70を除いた272議席が直接投票で、選挙区制の一般選挙区で選出され、70の留保議席が各党に割り与えられる。 与党パキスタンムスリム連盟会でアーザム派と野党パキスタン人民党、パキスタンムスリム連盟ナワーズシャリーフ派の3党が中心となって議席が争われた。ちなみに上院は100議席で衆議会議員等による間接選挙で選出される。総選挙の結果は第1党はパキスタン人民党、第2党はムスリム連盟シャリーフ派、次は与党だったムスリム連盟である。 他に、ムッタヒダ国民運動、アワーメイ国民党などがある。3月24日、パキスタン国民議会は、議員投票で、ユースフラザー・ギーラーニーを首相に選出した。ギーラーニーは264票の圧倒的な支持を得た。人民党と連立する、ムスリム連盟シャリーフ派などのハングシャラフ派は、会議員のほぼ3分の2を占めた。5月、イギリス連邦復帰。 8月18日、それらの影響を受け、ムシャラフ大統領はついに辞意を表明した。2008年9月6日、パキスタイ国民議会上下両院と4州議会の議員投票にて、パキスタン大統領選挙が行われ、パキスタン人民党総裁のアースイフ、アリ・ザルダーリーが新大統領に選出された。2010年、パキスタン洪水が発生。2011年1月2日、 ムッタヒダ国民運動が連立から離脱を表明。ギーラーに連立政権は下院で過半数を割り込むことになった。MQM は声明で上下院とも野党席に座る決定をしたと表明。政府による石油製品の値上げなどを理由に挙げている。5月2日、アボッターバードでウサー・マビン・ラーディンの殺害が確認された。11月26日。 国際治安支援部隊の北大西洋条約機構軍が北西部の検問所に箇所を越境攻撃し兵士28人が死亡した。この事態に対してギーラーニー首相は内閣国防委員会を招集し同委員会はナトーイサフの補給経路を遮断したほか南西部バルチスタン州の米軍無人機攻撃の拠点車無視空軍基地から15日以内に立ち抜くよう 米国に求めた。2012年2月13日、ザルダーリー大統領の汚職事件をめぐって、パキスタン最高裁判所がギーラーニー首相を法廷侮辱罪で起訴し、6月19日にギーラーニー首相が退任し、公認の首相にラージャパルベーズ・アシュラフが就任した。2013年5月13日のパキスタン会員総選挙で、パキスタンムスリム連盟シャリーフ派が勝利し、 6月5日にナワーズ・シャリーフが首相に就任。国会議事堂首相官邸パキスタン最高裁判所、連邦共和制。同国は4つの州と連邦首都、イスラマバード及び連邦直轄地からなる連邦国家である。インドとの対立関係のため伝統的に軍部の力が強く、対照的に政党の力は弱い。独立以来クーデターが繰り返され。 政局は常に不安定である。地方においては、部族性社会の伝統が根強く、特に連邦直轄部族地域にその傾向が、著しい。また、南西部のバローチスターン州では、イギリス植民地時代からの独立運動が根強い。パキスタン憲法は、連邦直轄部族地域では、大統領が支持しない限り、パキスタンの法律が適用されない旨規定しており、 部族地域は強い自治権を有している。法律に代わるものとして、パシュトゥン割というパシュトゥン民族の監修法が適用されている。国家元首は大統領で任期は5年。選挙人団によって間接的に選出されることとなっている。パキスタンは主球的イスラームに基づく国家であり、憲法で公式にイスラームの理念に則っ,った政治を行うことを宣言し、 イスラム法の強い影響を受けた法を施行するという点でイスラム国家としての色彩が強い。同国は死刑村地国であり2014年6月スイスジュネーブで開催された国連人権理事会の会合において提出された死刑制度のある国に死刑囚の権利保護を求める決議案に日本、中国、インド、サウジアラビアなどと共に反対するなど 死刑維持の姿勢をとっているが、一方で2009年以降、国法上の死刑の執行自体は凍結していた。しかし2014年12月、北西部のペシャワルで軍が運営する学校を、イスラム過激派反政府武装勢力、パキスタンタリバーン運動が襲撃し、教師、児童、生徒ら140名以上が殺害されるテロ事件が起こったことを受け、ナワーズ・シャリーフ首相は、 死刑執行凍結措置の解除を承認、支持し、過激派に対し厳しく対処する姿勢を打ち出した。独立以来、アメリカ合衆国と中華人民共和国との協力、同盟関係を維持しながら、カシミール問題で激しく争うインドに対抗するのが、パキスタンの外交政策の全体的傾向とされる。中央条約機構や、東南アジア条約機構の存続機関等から、 読み取れる。なお、現在の国際連合加盟国のうち、パキスタンだけはアルメニアを国家として認めていない。日本との関係は1958年の外交関係樹立以来をおおむね良好であったが、1998年のパキスタンの核実験を機に関係は悪化した。当時の橋本内閣は遺憾の意を表明した上、対パキスタン無償資金協力。 新規援借款を停止し、その他の援助も見合わせるなどの制裁を行った。2002年には、ムシャラフ大統領が来日した。2005年4月には、小泉純一郎首相が、日本の首相として5年ぶりに、パキスタンを訪問し、各実験以来停止されていた、優勝資金援助が開始された。また、貿易収支は、日本側の大幅な黒字であり、日本からの投資は、 インドと比較するとかなり少ない。これは不安定な政治とインフレ経済が嫌われたものである。独立の経緯以来、インドとの間では緊張関係が継続している。北東部のカシミール地方の所属をめぐって1948年に勃発した第一次インパ戦争以来3度の全面戦争を経験し、特に1971年の第三次インパ戦争における大敗によって、 独立運動に抗応したインド軍の進攻を受けた東パキスタンをバングラデシュとして失うことになった。その後もインドとの間では常に緊張関係が続き、軍事境界線で南北に分断されたカシミールでは、両国軍の間で死者を伴う散発的な衝突が日常化していた。百九十八年にはインドに対抗して、カン博士の指導の下地下核実験や、 ミサイル発射実験などを実施した。インドと共に核保有国の一つとなる。2001年12月、イスラム過激派によるインド国会議事堂襲撃テロが起きると、インド政府はパキスタン軍情報機関の関与を疑って対立が激化。当時のムシャラフ大統領は、インドへの核攻撃も検討したと回想している。一方で、ムシャラフ全政権は、 南アジア地域協力連合を通じた緊張緩和に努めており、2004年から和平協議が持たれていると、その成果は徐々に現れてきていた。2008年11月のインド西部ムンバイでの同時爆破テロによって、和平協議は一時中断したが、2010年4月、両国首脳がブータンで会談し、外相会談を開催することで合意。公式の対話を再開。 維持することを決めた。6月には外務次官級協議と内省会談。7月15日にはインドのクリシナ外相とパキスタンのクリシ外相会談がパキスタンのイスラマワードで行われた。そして2011年2月に対話再開で合意している。2018年8月には上海協力機構の合同軍事演習に両国は参加し、インドとパキスタンにとって 独立以来初の国連平和維持活動以外での軍事協力となった。パキスタンは独立以来、アメリカ合衆国の軍事支援を受け入れている。アメリカにとっては、非同盟主義のインドと友好関係が深いソビエト連邦への対抗上、また、イラン革命を起こして、アメリカと激しく対立するイランの封じ込め策として、パキスタンは重要な支援対象国家である。パキスタン側も、 この点は承知しており、クーデターなどで政権交代が起こっても、新米路線は堅持されている。しかしながら、近年のテロとの戦いにおいて、米国は、パキスタンの一部がタリバンなどの武装勢力の聖域になっていること、パキスタンがそうした武装勢力に対し十分な戦闘や対策をとっておらず、 むしろパキスタンの一部は未だにタリバンなどを非公式に支援していると見られていることに不満を持った。一方でパキスタンは米国がパキスタン国内での無人機攻撃など主権侵害を継続していることに不満を持ち、両国関係は冷却化した。現在、両国の不信感は根深いものがある。1990年、東西冷戦の終結が唱えられる中、 アメリカのジョージ・ H.W. ブッシュ政権は、パキスタンによる核開発疑惑を理由に軍事援助を停止したが、1996年にはビル・クリントン政権によって再開されている。2001年9月11日の米国同時多発テロ事件を受け、米国はパキスタンに対し、アルカイダをかくまうタリバーンとの関係を断ち、米国に協力することを迫った。 パキスタンにとってタリバーンはインドとの対抗上重要であったがタリバーンを支援し続けることによる国際的孤立を恐れまた米国に協力することに伴う経済支援等の見返りを期待しムシャラフ大統領は米国への協力を決断したこれに対しパキスタイ国内では反米デモが起こるなどムシャラフ政権は苦しい立場に立たされたアフガニスタンに関しては インドとの対抗上アフガニスタンに親パキスタン政権が存在することが望ましく、1979年に始まったソビエト連邦のアフガニスタン侵攻後、パキスタンは反政府武装勢力ムジャーヒディーンを支援した。ソ連軍撤退後の内戦では、パキスタン軍統合情報局は当初、ヘクマティアール派を支援。 それがうまくいかなくなると厳格なイスラム原理主義のターリバーンを育て政権樹立まで強力に支援したと言われている。ターリバーン政権であるアフガニスタンイスラム主張国と外交関係を持つ3カ国のうちの一つであった。しかし、ターリバーンがかくまうアルカンアイだがアメリカ同時多発テロ事件を起こしたことから始まった2001年のターリバーン政権への攻撃では、 ムシャラフ政権がアメリカと有志連合諸国支持を表明し、ジョージ・ワーカー・アブッシュ政権から海 -16 戦闘機供与を含む巨額の軍事、経済援助を受けた。これに対し、イスラム原理主義者をはじめイスラム教徒に対するキリスト教国の攻撃に反感を持つ多くの国民から不満が増大し、パキスタン国内では多くの抗議行動が起こった。 また、アフガニスタンを追われた、タリバーン勢力は、連邦直轄部族地域に浸透し、パキスタン軍やアメリカ軍との戦闘が継続されている。2010年8月31日、パキスタン軍機が、アフガニスタン国境付近の部族地域を空爆し、イスラム過激派が少なくとも30人死亡。過激派の隠れ家や、訓練施設、自爆テロに使用する予定の車両8台も破壊したと、 同国治安当局者が語った。2011年5月1日、首都イスラマバード郊外の住居で、アルカアイダの指導者、ウサーマ・ビン・ラーディンが、米海軍特殊部隊、シールズに吸収された。ビン・ラーディンは頭部を撃たれ、死亡、遺体は米軍により確保されたと、オバマ米大統領より発表された。サウジアラビアは、イスラム世界最大の友好国とされ、北エメン内戦では、 パキスタン軍が派遣され、イラン・イラク戦争の過程で、サウジアラビアには2万人から7万人ともされる、パキスタン軍が駐留することになった。1976年には、世界最大級のモスクである、ファイサルモスクが寄贈された。また、パキスタンの各開発計画の資金源だった、ともされ、クーデターで追われたナワーズ・シャリーフの亡命も受け入れた。2015年に、 サウジアラビアがイスラム協力機構の条約を根拠にイスラム圏34カ国とタイテロ連合イスラム軍事同盟を発足させた際は初代最高司令官に前パキスタン陸軍参謀長のラヒール・シャリフを任命した。2019年2月に ムハンマド・ビン・サルマーン皇太子がパキスタンを訪れた際は中国の専用機と同様に搭乗機がパキスタイ空軍の JF-17 にエスコートされておりグワーバルで聖油所建設なども行っている中華人民共和国との関係も深く上海協力機構の加盟国でもある中国とはインドへの対抗で利害が一致してインパ戦争で支援国だったほか、 米中の接近をもたらした、ニクソン大統領の中国訪問を仲介したり、核技術やミサイル技術の供与、戦車と戦闘機と軍艦の共同開発など、軍事協力を幅広く行い、パキスタン発の人工衛星バドルの打ち上げや、原子力発電所、パキスタン発の地下鉄ラホールメトロの建設も支援された。このような両国の同盟関係を、 全天候型戦略的パートナーシップ関係と呼ばれている。2011年5月にウサーマ・ビン・ラーディンがパキスタン国内で殺害されて以降米国との関係は悪化しており、中国との関係は近年さらに緊密なものとなっている。パキスタンの中国への急接近は南アジアでの中国の影響力拡大を懸念する米国への牽制との見方もある。 2015年の中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年、記念式典では派遣されたパキスタン軍が、天安門広場を更新した。また、ギルギット・バルティスタン州と中国の新疆、ウイグル自治区との間は、カラコルムハイウェイで結ばれており、トラック輸送による国境貿易が行われている。中国とパキスタンの間では自由貿易協定が、 締結されており、パキスタンは安い中国製品を多く輸入し、多数の中国企業が進出している。逆に、パキスタンの最大の輸出相手は中国である。両国はさらに、カラコルムハイウェイからアラビア海に面して、中国の軍事利用を懸念されているクワーダル港までの約3 0 0 0トルで、道路、鉄道、発電所などを整備する。 中波経済回路計画を進めている。事業費4600億ドルは大半を中国が融資する。クテックは過激派の活動地域も含むため、2016年にパキスタン軍はラヒール・シャリフリク軍参謀長が指揮するクペック、プロジェクト警備専門の特別治安部隊を創設した。クテックは中国が進める一帯一路と対インド包囲も、 真珠のの首飾り戦略の一部でもある中国とのビジネスが拡大していることから、パキスタン国内では中国語ブームが起きている。イスラマバード市内の私立高校では中国語を必修科目に導入し、パキスタン企業の間でも中国語研修を行う企業が増えている。パキスタン政府も中国との関係強化と中国企業に パキスタン人を雇用させるというの観点からこうした動きを後押しし、アースイフ・アリー・ザルダービー大統領も出身地であるシンド州にあるすべての小中学校で2011年から2年以内に英語、ウルドゥー語、アラビア語、シンド語に次いで中国語も必修科目に義務づけると発表した。しかし、教育現場の混乱や生徒への負担、 中国語を教える教師の数が不足していることなどを理由に、シンド州教育省は中国語を必修ではなく、選択科目として緩やかに導入していくことで、計画を修正している。ソ連のアフガニスタン侵攻で、パキスタンはアメリカ、中国、サウジアラビアとともにソ連と戦うムジャーヒディーンを支援した。ソビエト連邦はアフガン撤退の直後に崩壊。 ロシア連邦となってからは、同じ上海協力機構の加盟国にもなったことも、あって関係が改善し、2016年には、パキスタン領内で、ロシア連邦軍と初の合同軍事演習を実施した。中国と共同開発の JF-17、戦闘機陸軍、海軍、空軍のほか、沿岸警備隊、さらに国境警備、治安維持用の準軍事組織を有する。 インパ戦争、カシミール紛争が繰り返されたことからインドと軍事的な対立関係にある。パキスタンは核拡散防止条約に加盟しておらず、1998年の核実験以後は核兵器を保有している。標高図系通国土の北部には世界の屋根カラコルム山脈とヒンズークシ山脈が連なり、系通とナンガパルバットがそびえる。 国の中央を南北に走るのはスライマン山脈である。アフガニスタン国境はカイバル峠、インドとの国境には大インド砂漠が広がり、その南にはカッチ大湿地が分布する。北部高地からアラビア海に流れ出すインダス川は流域に主要な平野を形成する。パキスタンには四季があり、12月から2月が冷涼乾燥な冬、3月から5月が 高温乾燥の春、6月から9月が高温タウ、モンスーンの夏、10月から11月が移行期の秋である。この時期は地域によって若干異なり、洪水と干ばつがしばしば生じる。気候は中南部が砂漠気候、北部がステップ気候、北部山岳地帯が温帯カう気候となっている。国家はジャスミンである。パキスタン地震で崩壊した。 アパート2005年10月8日、パキスタン北東部カシミール地方、インド国境付近を震源とするマグニチュード7.8の大地震が発生し、死者9万人以上の大災害となった。カシミール地方を中心に被害が相次いだほか、首都イスラマバードでも高層アパートが崩壊した。2010年7月末、カイバル・パクトゥンクワ州で大規模な洪水が起こり、パンジャブ州、 震度州にも広がった。被災者1400万人、死者1200人以上の大災害になっており、少なくとも200万人が家庭を失っている。国連人道問題調整事務所は、被災地の一部では下痢などの疾病が広がっているとしている。欧米メディアが2010年8月16日、大規模な洪水により、飲料水が汚染され、伝染病の流行の可能性が高まり、 約350万人の子供が感染の危機にさらされていると国連人道問題調整事務所の報道官の話として報道した。北沢敏美防衛大臣は8月20日夕方国際緊急援助隊派遣法に基づく派遣命令を発出した。8月23日以降陸上自衛隊第4師団を主力とした部隊が派遣され復興活動を行った。 10月10日をもって活動集結。7月の洪水で国土の約2割が被害を受け、死者約2000人、家屋174万件損壊いた。12月時点でも一部地域が冠水している。震度州の約4200平方キロが冠水19万人が国内避難民となっている。パキスタンの州とその他の領土区域4つの州と、 一つの連邦直轄地区に分かれる。バローチスターン州カイマルパクトゥンクワ州パンジャーブ州、シンド州イスラマーバード首都圏その他、カシミール地方におけるパキスタンの実行支配領域は二つの行政区に分かれる。アザドカシミール・ギルギット・バルティスタン州カラチはパキスタン最大の都市であり、都市圏人口が1000万人を超える世界有数のメガシティである首都イスラマーバードにある。 ファイサルモスク人口100万人以上の都市が10都市ある。首都イスラマバードは人口順では9番目に位置する。地域別の主要産業 IMF の統計によると2013年のパキスタンの GDP は2387億ドル。一人当たりの GDP は1307ドルであり、世界平均のおよそ10%の水準である2011年に、 アジア開発銀行が公表した資料によると、1日2ドル未満で、クラス貧困層は9710万人と推定されており、国民の半数を超えている。パキスタン証券取引所のナディーム・ナクビ社長は、パキスタンは GDP の需要面が十分補足できておらず、実際の一人当たり GDP は2200ドルはある。 人口2億人弱のうち4000万から4500万人を中間層が占めると語っている。主要産業は農業や綿工業。特にパンジャーブ地方で小麦の生産が盛んで世界生産量第6位である。輸出品としては米がトップで輸出の11.2%を占め、ついでメンク、ニット、ベッドウェア、綿紙、寄生服といった繊維製品が続く。 また中国が一帯一路政策のようとしてパキスタン国内を鉄道、道路、港湾などで結ぶ中っぱ経済回路建設を進めているためセメントや鉄鋼の生産が増えている。2011年にパキスタン政府はインドとの交易関係を正常化し、インドへの貿易上の再恵国待遇付与を目指す方針を明らかにした。インドは1996年に パキスタンに同待遇を付与している。また、インドが含まれるブリックスの次に、経済の急成長が期待できるネクスト11のうちの一つでもある。IMF による3年間の財政支援は2016年9月に終了した。国民の多くは貧しく、テロの頻発など治安もとても悪いが、人口増加率が高いため労働力や消費者となる若年層が多い。 このため、今後経済的に期待できる国といえ、コカ・コーラや味の素など飲食品、消費財メーカーが進出している。通貨はパキスタンルピー。日本の自動車メーカーが複数進出して製造販売を行っている。鈴木は1975年に国営会社を通じて自動車の生産を開始した後、1982年、 現地合弁会社パック鈴木社を立ち上げてパキスタンへの本格参入。フロンテやキャリーなどの現地モデルの生産を始めた。2007年10月には二輪車の現地代理店と合併する形で二輪車の生産販売も始めた。2009年には国内の自動車累計生産台数100万台を達成している。トヨタ自動車は 現地合弁会社インダスモーター社を1989年に設立。カローラやハイラックスの生産をはじめ2012年に生産累計50万台を達成した。ホンダ技研工業は1992年より現地合弁会社のアトラスホンダ社を設立し二輪車の生産販売を開始。1994年には四輪車生産を目的とした。 合弁会社、ホンダアトラスカーズを立ち上げて、シビックなどの生産を行っている。2016年累計生産台数30万台を達成。日産自動車は、カラチに現地工場を建設。1997年、現地法人ガンダーラ日産の手により、ノックダウン生産によりサニーの生産を始めた。2010年代に一旦閉鎖されたが、2020年初頭を、 クトにピックアップトラックの生産を開始することが発表している。主な観光名所には、モヘンジョダロとハラッパー遺跡、ヒマラヤの秘書地が存在する。各地域の人口密度2005年に1億6000万人を超え、現在は約1億8800万人。2003年以降の人口増加が顕著なのは、戦闘が続く。 隣国アフガニスタン他からの難民が急増したためと見られる。その数は累計で約600万人と言われる。また、出生率も高く、国連の推計では2050年には約3億4000万人にまで増加し、インドネシアとブラジルを抜き、中国、インド、米国に次ぐ、世界第4位の人口大国になると予想されている。 2017年3月15日から5月25日にかけて1998年以来19年ぶりの国勢調査が行われ、パキスタン本土の人口は2億777万4520人と1998年比で57%増加した。また、2017年の国勢調査では1998年の国勢調査では、 対象外地域だったアザドカシミールやギルギーとバルティスタン州も国勢調査の対象地域となっており、それらの地域を含めた人口は2億1274万2631人となっている。人口密度182人、平方キロメートル145人、平方キロメートルパンジャーブ人56%、パシュトゥーン人16%、シンド人13%、 バローチ人4%、カラシュ人など。イスラム教97%、ヒンドゥー教1.5%、キリスト教1.3%、ゾロアスター教0.2%など、他に、祝教徒やアニミストも存在している。ゾロアスター教の信者は10万人ほどで、地方によってはカースト制度なども残っている。結婚時に妻は、 結婚前の性をそのまま用いることも、夫の性に変えることも可能。イスラム法では、夫の性に変えることを求めておらず、イスラム系住民は、婚前の性をそのまま用いることが多い。ウルドゥー語、英語に加え、パンジャーブ語、シンド語、カシミール語、コワール語といったインド語群のほか、 イラン語群のパシト語及びバローチー語、ドラビダ語族のブラーフーイー語、孤立した言語ブルシャスキー語などがある。現行の1973年憲法251条は、パキスタンの国語をウルデュー語としており、15年以内に英語に変えて、ウルデュー語を公用語化することになっていたが、2020年現在も実現に至っていない。同時に、ウルデュー語が、 公用語化されるまでは英語を公用語とする、胸規定している。憲法をはじめとするすべての法令や公文書は英語で書かれている。政府の公式ウェブサイトは英語でだけ書かれている。すべての高等教育機関が英語を教授言語としている。ただ、ほとんどの初等中等教育はウルドゥー語で行われているため、英語を自由に操るパキスタン国民はあまり多くない。 母語をことにする、者同士が会話するときは、ウルドゥ語を用いることが多い。ウルドゥ語を母語にする、パキスタン人は全人口の1割以下である。ウルドゥ語は、北部所語とはやや近いもののシンド語とは、離れており、さらに南部で、ウルドゥ語を母語とする、ムハアジル人とシンド語を母語とする、シンド人との間に対立があるため、ウルドゥ語の公用語化には特に南部で反対が強い。 パキスタンの言語分布図、クエードやザム大学など、国際的に有力な大学が存在している。医療同国は、釣りなどの窃盗被害が多く、武装強盗団による強盗や、偽警官による詐欺事件が後を絶たないことが問題となっている。また、テロ事件が相次いで発生しており、その発生件数が2009年をピークに減少傾向にあった中、 2014年12月に発生したペシャワールにおける学校襲撃事件を受けたことから常に臨戦体制が取られている。近年は再びテロ事件が減少傾向にあるが、情勢の変化次第では危険性が大きくなることは、もちろん他の犯罪事件と合わせた形で被害を多重に受ける恐れがある可能性も出てくることを留意しなければならない。 人権侵害法律とは別に保守的な慣習が根強く存在しており、主に婚前交渉を行った女性を家族の名誉を汚したとして処刑する名誉の殺人は珍しくないとされる。2011年度は900人を超える女性が家族に恥をもたらしたなどの理由で殺されている。パキスタン人権委員会の調査によると2015年で987件の 名誉の殺人が発生し、1000人以上が殺害されたという。2016年に名誉の殺人を厳罰化する新法が制定された後も2016年10月から2017年6月までの間に少なくとも280件の名誉殺人が発生するなど、大勢の若い女性が家族に恥をもたらしたという理由で親族に殺害されている。 男性も対象となることはあるが、犠牲者は女性が圧倒的に多く、中には婚前交渉などなくとも単に男性を見たという理由だけで発生する殺人もある。モヘンジョダロブロンズ製のチャリオットと運転手、ハラッパー遺跡著名な遺跡として世界遺産になっているインダス文明のモヘンジョダロ遺跡とクシャーナ朝時代に繁栄した時しらの都市遺跡がある。他に 標識遺跡となったハラッパー遺跡がある。詳細は、パキスタン料理及び、パンジャーブ料理を参照パキスタン国内には、アジア最初のビール醸造所として知られる、マリー醸造所があり、ヒムスリム向けにマリービールが製造されている。フンザ地方においては、ワインがよく飲まれている。古典音楽は北インドと同じヒンドゥースターニー音楽。イスラム神秘主義の宗教歌謡家ワーリーの大歌手。 ヌスラト・ファテー・アリー・ハーンは、パンジャーブ地方で生まれている。パキスタン国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された、文化遺産が6件存在する。パキスタンで、最も人気のあるスポーツである。1992年にクリケットワールドカップで、初優勝し、2017年に ICC、チャンピオンズ・トロフィーを獲得した。イムラン・カーニアは、シム・アクラムは、同国を代表する。 クリケット選手であり、世界のクリケットの歴史においても、有数の選手とされる。カーンは2020年現在、同国の首相である。ホッケーは、アジアを代表する競合として知られており、ホッケーパキスタン代表が過去に1960年、ローマオリンピック、1968年、メキシコシティオリンピック、1984年、ロサンゼルスオリンピックの3大会で、 金メダルを獲得している。他にもサッカーも盛んであり、パキスタンプレミアリーグはパキスタンを代表するプロサッカーリーグとなっている。ありがとうございます。